次はガイドさんにお任せということで、はい、ガイドさんの心が決まったようですので、うどんの金泉さんでしたっけ？だから、なんだ？なんでお任せが出たのに、なんでさらにうどんを食わすんだ？いや、ガイドさんが言ったことが全てだからね。それは君が仕向けてるだけだろ。そうか、うん、いや、だってね、もうちょっと行くかと思って。いや頑張ってみようかと思うんだけど、どうだろう。お前記憶障害か。あー、いや何件前から俺らは限界だって言ってる。ゴンちゃんさっきペロリと食べちゃってるもの。ペロリじゃねえよ。本当に親が死んだ時ぐらい泣きそうになるじゃないか。なんだ本当にあれか、なんだこのアジトの果てにもうあと残り時間的にはもうあと30分ほどだ。何さっき、なんて言った、カメラ回ってない時に。延長だ。こんなお前、限界やって言ってるこの二人を目の前にしてた。お前何の用欲しがってるんだ。いや、もうちょっと、このまま うどんだけで終わるなら、まだ観光スポットとかもあるんじゃないかって言ってんだよ。吐いてほしいのか、どっかで倒れてほしいのか。まあ、もうその絵が撮れるまでやるんなら、俺は次の店で吐く。なんだ、吐いたら終わりだと思ってんのか。そうじゃないか、もっと吐いたらまだ食えるだろ。クライマックスにそういう絵が欲しいんじゃないのか、君は。ちょっと降りろ、お前。放送できねえよ。ちょっと降りろ。もうどうして欲しいんだ。じゃあ、あとうどんの早食いで勝負だ。だからなんでここでこんなの。もうダメだこいつ。頭悪い。多分ね、頭にまでうどんが回る。そのうちいろんなところがうどん出るよ。あー、もういいね、もう。やめくん、耳からうどんが。あ、マジで、うん、なんか聞こえ悪いな思ったら、うん、出演者の言うことも聞こえねえ。そっち持っていくか。お任せって書いてあるだけで、書いてあるよ、お任せしようって言ってるの。どこかの店で何かを食べるっていう項目ではないわけだ。いや、それはだからそう決めるのも含めてガイドさんだよ。ガイドさんがもうお前ら姫路に帰れと。ああ、そういえばこれでロケ終了だ。絶対言わないよ。言わないか。絶対言わないよ。もしくはやだな。絶対言わないよ。それは。もう今日限りで兄弟の縁は切る。お前らもうとっととここで降りろと言われて、これでロケ終了だ。終了だ。もう言わないから。いや、言いたいんやけど。おい。言いなさいよ。じゃあすいません、ガイドさんどこ行きましょうか。じゃあ、まあ、甘いところで。甘いところ、甘いところですか。甘いもの食べに行きますか。お菓子屋さんで。かまどいうところで行きましょう。かまど、はい、かまどまんじゅうって有名だよね。そう有名。どんなおまんじゅうか全然知らないんだけど。おまんじゅう、まんじゅう。というわけで、ガイドさんの、言われるがまま、かまど、はい、お菓子屋さんですね、はい、ここでおまんじゅうを食べるということで、はい、じゃあ中入りましょう。とりあえずあのまんじゅう買うからね、うん、ここでいっぱいあるよ。美味しそうなのが結構いろいろあるね。なんか今となってはさ、うん、もううどんじゃなかったらうどんかなっていう。これがかまどまんじゅう。かまどまんじゅうじゃないんだね、かまどなんだね。これがもうかまどまん、これがかまどまん。おい。おい、気を抜きすぎだよ。かまどさんで名物かまど、かまどまんじゅうっていうわけじゃないんだね。これがかまどっていう、こういう、かまどっていうおまんじゅうなんですよ。はい、ちょっと3個ありますんで1個ずつ分けて食べましょう。はい、うん、あ、柔らかい。あ、あれか、ひよこまんじゅう。おい、それを言うな。え、あ、ごめん。あ、でも、かまどは特別なお菓子です。ひよこまんじゅうじゃん、これ。ガイドさん、もしかしてこれ金粉？そういうわけではないけど。俺何も言ってないよ。かまどさんにも失礼やし、ひよこさんにも失礼です。お互い憎み合ってるライバルやな。憎み合ってるのか。いつの間にそんなギスギスした関係だったな。はい、というわけでおまんじゅうも美味しくいただきましたところで、
現在、車の時計で4時56分ですね。はい、4時56分終了ですね。じゃあ最後に、えん、だってまだ5時なってないんだもん。おい待てよ。何お前、最後でうどんは、ま、もうこれが最後でうどんって言われたら、うん、まだもういいや、頑張る、うん、お遍路さん出たらどうすんの。行こうよ。それ晩ご飯にうどん食べようよ。もういらねえ。お遍路さんもうどんもいらねえもん。で次はゴンちゃんということで、しかも2回と今回お遍路としてるゴンちゃんですが。やっべ、ゴンちゃんの新人深さをなめるなよ。それあかんやないか。よっしゃ、いけ男見したれ。いやいや、もうここでこのまま来ちゃう。男になれよ、ゴンちゃん。ちょっと待って、そんなに朝行っちゃっていいのか。いいか、もう覚悟できてんならいいけど。ていうか、どんなに食べたところで、うん、うどんやからな、うん、まあ、これでいいよ、別に、うん、あ、そんな諦めてんだもん。はい、ゴー。うわー、来たー。最後に観光して帰る。観光スポットだよ。ゴンちゃん、やった、来た、ゴンちゃん、やったよ、やったよ。ちょっと、番組的にすごくありがたい。一周勝ち抜けだ。やったお前みたいに、お前みたいに運がないやつじゃなくてよかった。いやこれはもう視聴者の皆さんもがっかりだよ。えなんだ、うどんじゃないのかって済むんだよ、もう。やった。じゃあここら辺で観光スポットといえば、もうそんなにたくさんないね。そうですね、玉野公園とか栗林公園とか。もうあんまりそう公園とか興味ない。お前がぶっちゃけてると。ぶっちゃけてそんなに。適当に言うから選んで。何があるの？何があるの？あと近くで言ったらシンボルタワーとか。高いとこ。高いとこ。シンボルタワー行こう。登れる。え？登れる。登れ。なんてば登れる。やったじゃん。上行こう、上行こう。高いとこ登ろう。おしゃ、みんな高いとこ好きやからな。で、高いところで、これで高松は二度と来ねえぞみたいなことを言ってね。あ、それは締めやばいけどね。それはやばいぞ。締めましょう、高いところで。ゴンちゃん。はい。え？いや、君だよ。関東省おめでとう。おめでとう。いやいや、本当に、いや、主君賞だよ、これは。シンボルタワーを我々に導いたのは君だ。君だ。握手、ぜひ握手をしてくれ。なんだよ。高いんでしょ。いや、安い安い。ガイドさん、行っちゃうよ。ガイドさん、行っちゃってください。はい。はい、ゴー、Here we go! Here we go って聞いたの。ゴンちゃんの様子がおかしい。うん。なんかね、高い。なんか、ちょっとね、さっきからね、高いんでしょ、高いんでしょって心配してるんですけど、ね、おかしいなことを言いますよね。え、別に、いや、そんなに値段かかんないでしょ。登るのにお金いるの？登るのにはお金かからないですね。ただですよ、ただですよ。ただですもん。大丈夫ですよ。そんなあなたが今さら、ここへ来てお金の心配とかする必要ない。あ、なんならね、なんなら今日予算余ってるぐらいだから。ほら。全然そんな心配することない、ゴンちゃん。ほら、やったよ。ありがとう、ゴンちゃん。でもね、もう絵的には最高だよ。美味しい栄養をもらえるからね。ごめん、俺なんて言うてんか分からへん。何が不満なの。いや、不満、何、不服か。プライスではなくこうね、こう通るというかこうんね、はい、またほんと意味が分からん。お前なんでそんなにアホやん。